はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回もね、僕はね、ゲームコレクター酒缶はガチャらずにね、SF メモリーカセット、当時買ったね、SF メモリーカセットの中身を確認しようと思います。前回はね、リングにかけろと、ピクロス NP ボリューム1が入ってたんで、程よくプレイしたんですけど、あんな感じになるのかどうかわかんないけど、今回はこちらね。はい。まあ当然何も印がないんでね、困ったもんなんですけど。さて、スイッチオン。メニューに行くのか。これは、はい、ゲームリスト。ピクロス NP ボリューム4、ボリューム5、ボリューム6。はい。ということで、まあ、前回ボリューム1だったから、確かボリューム8まであるんだよね、これ。まあ、こんな日もあるさってことで、まあ、ボリューム4をやってみましょう。はい。まあね、ボリューム、でも中身一緒だと思うんだけど、何が入ってるか知らを確認するぐらいはいいか。ということでね、まず、クロス、はい、1はね、なんかしっかりクリアしたデータが入ってたんですけど、これは全然プレイしてない、プレイしてないのか、プレイしたけどセーブしなかったか、どっちかということで、前回キャラクターがね、ボリューム1はピクロスが出ないや、ニアガスがいたから、あれですね、ポケモンだったんだけど、今回はスターフォックスですね。特集がなんかね、五重の塔かなんか出したんで、だから似たようなもんでしょうね、これ古典だから。ということで、じゃあキャラクターやってみましょう。ちょっと今回ピクロス3連発だからね、さっさと1個やったら次のキャラクター確認でもしようかなってとこですね。何もできないじゃん、まあ、この中で切るかな。この4つで4か。あ、これ3じゃん。1234567123456。あ、これこうだ、こうだ。4だから、ここら辺が全部丸。順調だね。1、2、1、2、3。あ、ここ丸じゃん。1、2、1、2、3。これ普通にやると、ここ伸びて、ここまで行って、ここで10だ。まあ、いや、ちょっともう少し確定するまでやるか。次がここかな。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、93、94、95、96、
あとはちょっと操作ミスりそうだな、怖いな怖いな。で、でも1、2、3、6、1、あー違う、1、5、6、ということはこれは、あ、少なくともここが入るで、そしたらどっちにしろここは入るな。
こ入ってもあんまりまだ分かんない。あ、ここはまた同じパターンじゃん。入らないか。で、あ、そこなるとここが入るのか。こうか。ここが埋まるからこうなるのか。入りそうだな。これちょっとまだ分かんないな。ここもちょっと分かんない。参ったね。ここからどうやろうか。ここか。難しいね。そっからどうする？そっか、これがこうなったってことは、ここが入らないでしょ。で、これが2でしょ。で、1、2、3、こうか。で、ここが入って、こうか。これ1だ。
ばしていいのかな。ちょっと待って、ここは丸じゃん。じゃあ2じゃん。1で、2で、これはちょっと待って、あ、ここは全部ないじゃん。で、1、2、あ、間違えた、そこじゃない、こっち。いややらないとな。結構こうなんか反応が鈍い気がするんだよね。言い訳だけど。大体スターフォックスの何よ。これ何よ。カエル、ペッピーだっけ、なんだっけ、名前忘れちゃったけど、これか。カエルだね、これ、完全に顔が。カエルの顔になってきたね。できてないか、これか。で、あとはここが2か。で、これが2だ。終わりか。はあ、はあ。あれだ、スリッピートードか。あれ、ペッピーはあれか、ウサギみたいなやつか。まあまあ、ちょっと名前忘れてる。スリッピートード、まあいいや、はい。スリッピートードでした。
ということでね、まあこれは今回はこれはどうしようか。ちょっと次行こう。さて、スイッチオン。リセットするとね、その入ってる今のゲームのタイトル画面いっちゃうから電源入れ直さなきゃいけないのね、これ。ということで、今度はボリューム5ですね。またキャラクター確認でいいかな。プレイしてないと思うんだよね、さすがに。ダイヤシリーズ後半戦と、後半突入だ。ダイヤ8まであるんだよね。うん。で、やっぱプレイしてないな。見上げてごらん、なんか空かなんか特殊なのかな。キャラクター、ゼルダキャラクターが登場。ボリューム5はゼルダキャラクターだそうです。ということで、じゃあこれを A をね、ただひたすらピクロスやるだけっていうのもなんかちょっとねあれなんだけど、え、これちょっと難しくない？あ、これか、こうか。ちょっとこれ頭がちょっと難しいね。あ、でもここが入るか。ちょっと言えば大丈夫か。うん、ちょっとまだわかんないな。あ、でもこうやって結構入ってくるな。なんとなく、あ、でもこうか、こうなるか。じゃあこうで、まだ入らないな。これでこれが全部なのか。あ、そうなるとこれなんだ、ゼルダの、ゼルダのなんだこれ。ゼルダのこれなんだろうね。全然想像つかないんだけという対象なんだよな、かたくなにこの辺は難易度から言ってね。ここも2か。ということはもうここら辺全部埋まったな。で、ここら辺も埋まるな。あ、でもここが埋まるか。
違う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 。これなんだっけ？これなんだっけ？なんだ？これなんだ？ナビ、これゼルダのあれか、時のオカリナのあれか。ちょっとこれ簡単だったから、でもゼルダ以外のやつやってみようか。ちょっと空気になるよね。さすがにプロフェッショナルやってみようか。ちょっとプロフェッショナルを1個。プロフェッショナルの A。これ本当難しいのかな。難しいのかなこれ。待ってよ、1、1、1、1、1、ここはこうか、まだうまくいかないな。まだ可能性はあるんだよな。で、やばいな。ちょっと埋めるチャンスが。この辺わかんないな。ここもまだわかんない。わかんないなぁ。これも全部入りそうなんだよなぁ。うまくいかないね。さすが難しい問題だな。ちょっと待ってね。どうなってんだこれ。どっか突破口ないかな。全然思いつかないなこれ。ここだよな、問題は。これがこっち側に突き抜けるか。ここまだあるんだよな。ここ2、3もわかんないんだよな。難しい。
はちょっと参ったな。どっか一個挑戦してみようか。どこがいいかな。まあ、とりあえずこの辺開けてみようか。そうだよな。これこっちかこっち開けてみようか。これ大丈夫か。これ開けたけどあんま意味なかったな。これだとまだ分かんないもんな。ここ開けてみようか。あ、開けた。これでだいぶ楽になった。よし。これワリオのピクロスだったらハマるパターンだね。あんま切り開いた感ないんだよな。どこやればいいんだろう。これはここに開けここかな。おー、行ったよ。これでここが埋まるな。ここ埋まるね。ここがなくなるからこうかちょっと楽になったね。これで結構いけんじゃない。2ってことないよね。ちょっと待って、これもしかしてペナルティつかない。そっか、ペナルティ、これワリオのピクロスか。これ間違ってもペナルティつかないやつだ。これつかないやつだね、ペナルティ。やっぱりそうだ。ということで抜けます。ギブアップ。そっか、これは やんなきゃよかった。これ確かに難しいわ。あれハマったから違うところやんなきゃいけなかったね。まあいや、ちょっとこれはこれでやめとくか。ということでね、ボリューム6に行きましょう。さて、で、再びスイッチオン。あれプロフェッショナルだけワリオのピクロスなのか。ちょっとなあ。まあいいや、とりあえず今回はボリュームの6を、あ、変わった。リニューアル号いよいよ登場。マリオが出てんじゃん。この画面見た記憶ないな、タイトルが、ね、キャラクターていうか、あ、今度マリオですか。キャラクターマリオ、何が変わったんだろう。リニューアルってビジュアル面がちょっと変わった感じはするけど、あ、ちょっと、あ、簡単そうだな。え、簡単そうだけどそうでもない。これあんま簡単そうには見えないんだけど、お、これちょっとチャンスだね。
味なプレイだな。これなんだろう、マリオかな。キノコかな。クリボーかなんかわかんないけど、その辺その辺っていうのもあれだけどね。まだちゃんと入れられないな。あ、ここが入るじゃん。あとはなんか進んでいかないんだよな。あ、これが1で3か。で、1か。で、微妙だな。そうかって感じなんだよな。そうかって、そうか、そっか。特集見てる人が女子買ってるし、じゃあ今度こそちゃんとプロフェッショナル1個やりましょう。やらなくていいんだけど。そっか、これはもう最初から。
本当にむずいやつじゃん。全然ダメだね。で適当にやっていこうか。じゃあ適当に伸ばしてみようか。なんとなくこっち側に伸びてっていい気がする。こんな感じで。これちょっとわかんないな。これはわかんないね。ならなんかこういう感じになってほしいよね。願望でやってるよ。だからこれが1になるんでしょうね。全然合ってるかどうかもわかんないんだけど。あ、でもこうやったらこうなるのか。あ、ここら辺攻めた方が良かったな、さっき。これ全く想像つかないんだよね。ここに行ってこう3で伸びて3で伸びて3で戻ってきてなんか形ができるっていうのが一個パターンだよな。に対してこっち側に伸びたらこっちあんま伸びる見込みないね。ちょっとこの辺はまずないと見よう。こうやってみようか。じゃあ本当にだからこうなるんだよ。さ、こうなっちゃうんだよな。こうなるんだよ。だからこれが全部埋まっちゃうんだよ。そしたらここら辺も埋まるよね。こうなるね。こうなるよね。で、こうなるよね。で、こうなるよね。全然合ってるかわかんない。1、5でしょ。1、2でしょ。3でしょ。2でしょ。ここはもう止まっちゃったでしょ。ここはわかんない。ここは入らないでしょ。だから、これ2で。こうなる。うん、合っててほしいな。今んとこ合ってるな。合ってるような気がするな。合っててくださいって感じだ。ここは埋まっちゃうからこれがないな。でここか。したらここ1にした方がいいけど、ちょっとここは慎重にやってみようか。ここ2か。
れどうなるかな。あ、こうなるか。さあ、こうなるね。こうなるね。こうなるか。おう。だいぶできてきたね。合ってるか。なかなか、なんだこれ、ヘビー、何これ、なんだろうこれ、これ、しかして、おお、プロフェッショナルいけたね。なかなかいけましたね。何これ、フラミンゴ？おお、足を見せないフラミンゴっていうのはなかなか豪快だね。そりゃプロフェッショナルだわ。ちょっともう一個やっとくか。特集一個やって終わりにしましょう。なんかプロフェッショナル終わってなんかスッキリした気がするんだけど、とりあえずなんかちょっと、あ、これでけえ、でけえ、全然でかい、でかいやん。終わりにしとけばよかったじゃん。あ、間違えた、間違えた、1個ずれてた。ショックだわ。なんだろう、何だろう、全然わかんない。まだ全然何も想像できないね、これ。こっちができるんじゃん。いつも、あ、間違えた。全然関係ないようにしてた。こうだよ。こう。ここまでね。違う、ちょっと頼んで熱くやってたんだ。ふぅ。あれ嘘、行き過ぎた。1、2、3、4、5、6、7、8、9、あ、行き過ぎた。もうめちゃ
ちゃくちゃです。もうだいぶ集中力がなくなってると思ったらさっさとクリアしちゃう。というで、まだ全然想像つかないよね。なんか対象、左右対称に近い形の何かを作ってる感があるんだけど、あとは、そういうことか。まだこの辺は分かんないな。ばっかだからタイムがなくなってるんだと思う。あとはあ、ここか。ってことはここも同じだね。あとは3だね。3がしたらここ1だね。3 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 3
24か、なんとなくうまくいきそうな流れができてきた。時間がない。一番切りの、なんか一番踏ん切りの悪い終わり方しそうだな。ちょっと待って。
これ何？車でいいのかな、これ。車。あぶねー。はい、ということでね、車、なんで車なんだろう、これ。おぉ。全然関係ないじゃん、ピクロス、これ。まあ、まあ、そうなりますわな。ということでね、特集なんて書いてあったの？特集、見てよし、食べてよし、買ってよし、車？わかんないや。まあいいや。ということでね、とりあえず、3個のね、ピクロスを遊んでみました。というか、ピクロスか、もう1個あんのかな？で、4、5、6でしょ？だから7と8がまたどっかに入ってるんだよ。で、あと、多分、2、3、4っていう買い方はしてないと思うんだよな。まあ、とにかくまたピクロスが出てきたらね、楽しみにしてください。ということでね、輪掛けをまたどっかでやろうかなと思ってますが、とりあえずね、次回も、楽しみいただければと思います。ということで、この動画にね、応援いただける方は、ぜひグッドの評価とチャンネル登録、あとコメントをいただければと思います。以上、サッカンでした。